押田歩文化服装学院高度専門歯科に通っています。今日はケイスケ吉田のコートとケイスケ吉田のインナーとキムヘイキムのパンツとマーティンローズのシューズとバネシアガのバッグで合わせてきました。色使いとかシルエットはもちろんなんですけど、着てみてテンションが上がるかどうかで服は選んでますね。今日は全体的にモノトーンで統一してレイヤードとかを意識してシルエットを意識して組みました。好きなブランドはケイスケ吉田とキムヘキムが好きで、系統はモードが好きです。自分がもともと身長が低いのでレディースっぽいブランドが好きっていうのもあるんですけど、ケイスケ吉田は他にはないようなギミックが効いた服があってテンションが上がるのと、キムヘキムはレディースのブランドなんですけど、自分身長が低いのがコンプレックスなんですけど、それを生かしたコーディネートが組めるブランドなので好きです。きっかけはずっとビッグバンが好きだったんですけど、中3ぐらいの時に G ドラゴンがバレンシアガのトリプル S を履いてて、それがとても印象的だったのでそれを買ったことがきっかけです。おすすめのお店はエーファントとアンフォローとショールムーノって場所によく行きます。アルバイトは飲食店でやってます。使っている財布はこのマルジェラの三つ折りの財布を使ってます。理由は三つ折りの財布が好きで、探してたところデザインがとても気に入ってこの財布にしました。使ってる香水はマルジェラのフラワーマーケットとバブルバスって香水を使ってます。つけて出て気分がいいのでそれを使ってます。次に狙っているアイテムはジョーダン・ルカっていうブランドのニットとコートが欲しいです。難しいんですけど一番好きなブランドのケイスケ吉田です。大切にしていることは自分がやりたいなと思ったことは全力でやるようにしてます。憧れているのはケイスケ吉田さんみたいなデザイナーになることで、好きな人とかはビッグバンの G ドラゴンが好きです。髪型は女性的な中性的なスタイルが好きなのでこの髪型にしています。趣味はカメラとブレイクダンスをすることです。本はあんまり読まないんですけど漫画はよく読むんですけど、おすすめとかはハンターハンターとかのジャンプ系の漫画が好きです。映画も詳しくはないんですけど最新作のスパイダーマンが面白かったです。ヒップホップをよく聞いて DPR ライブっていう韓国のラッパーの Is Ever Done っていう歌が好きです。入学したきっかけは地元の先輩が行くっていうことを聞いて、そこから興味を持って調べていくうちにアジアナンバーワンっていうところとかに惹かれて文化服装を選びました。在学中は皆勤賞や優秀賞を取って優秀な成績を取ることが目標です。入学して良かった点はやっぱりおしゃれな人とかが刺激をもらえるのと、辛かった点は課題などが多くて座学がちょっと辛いです。選択した理由は夢が明確じゃないのと、あと4年生の卒業制作で作る自分のコレクションがとても面白いなと思って選びました。まだ入学して日にちが経ってないんですけど、高度専門歯科でしか学べない授業があるのでとてもいいなと思ってます。物にはよると思うんですけど1万円前後ぐらいかと思います。休日はバイトをするか友達と遊びに行って服を見たりします。さっきも言ったんですけど、やっぱビッグバンの G ドラゴンから影響を受けてファッションにどっぷり使って今のスタイルになりました。明確にまだ目標を持ててないんですけど、自分のブランドを作ってそれを着てもらってテンションを上げてもらえればなと思ってます。文化服装学院はまだ入って少ししか経ってないんですけど、やっぱ授業のカリキュラムとかがしっかりしてるので本気で服に携わりたい人は入学をおすすめします。好きな食べ物はブルーベリーとカニが好きです。
宣伝したいことはインスタグラムもやってるんですけど TikTok を最近始めようかと思うのでぜひよろしくお願いします。